第39期豊泉 A1 リーグ実況の古橋隆です。解説には近藤久春プロにお越しいただいております。近藤さん、よろしくお願いいたします。お願いします。それでは対局の準備ができたようです。第39期豊泉 A1 リーグ第1節 B 卓3回戦投牌の開始です。立ち会いに山田博之の合図で3回戦が開始されました。開始されていません。それでは3回戦開始してください。お願いします。はい、立ち会いに山田博之の合図で3回戦が開始されました。3回戦はちいちゃから前田、柴田、藤崎、勝又という並びです。本1曲ドラは数層。さあ、近藤さん、2回戦まではなんかまあじりじりとした展開ですけれどもね。でも高い点がポンポン。そうですね、1回戦の、まあ、後半から高い手が出始めました。さあ、現状勝又が宅内トップ 18.4 ポイント。ただね、これぐらいだったら上下ひっくり返る可能性全然ありますからね。今日なんか柴田さんが元気がないね。柴田が元気がない。前節の元気いっぱい柴田どこに行ったんだというね。この時ばっかり元気よくて ね、なんかちょっとね。さあ、この辺りでいつものね、柴田らしい躍動した麻雀が見れるといいですよね。さあ、親番の前田、二面爪が完成。イーシャンテン、ここは箱を切ってもいっぱいです。圧倒的に前田さんだね。はい、圧倒的前田。柴田も形は悪くないが、まだ自敗が3枚。チャンス最初藤崎ですね。さあ、これは嬉しい嘘引きです。お、リャンソーの嘘を切ってるんですね、うん、さあ、くっつきのいいシャンテンは前田。チーソーかローマンあたりが欲しいよ、ね、いいですね。積もって3900ゴールのリーチ打ちたい、もしくは3面ちゃんと、うん、シャンポンでもいいですよね。シャンポンでもいいよね、はい、あ、ドラ引き。これまためんどくさかったね。はい、まあ、パーソーですか、うん、これ青ポンテンあるよね。ありますね。さあ、この初がいつ出るか。出るかな。ここで出るが泣きますよね、さすがの前田も。さすがにね。はい、ドラ積もったらね、もう簡単な3900ゴール、ね、さあ、これチーソー、藤崎のチーソー一巡持ってしまったか。あ、危ない。とっても危ない。これは危ない、ね、うん、前田の上がり初ドラドラ5800です。今のうちになっちゃうんだよね。そうですよね、うん、まさかポンテンとは、まあ、ポンテンも入る可能性も低い順位ですから。ポンテンはやめてって感じです。1回戦トップ、2回戦はラスでした前田。しかしこの3回戦トン1局からまずまずの5800点の加点に成功。あれでゴッパきついよね。ゴッパきつい。チーソーで当たったらね、1500でしょっていうようなね。1500なら前田1枚目は泣かないんじゃないかっていうところから、あ、ね、まあ、天敗っていうのはそもそも想像しづらいですもんね。さあ、前田連チャン、ドラは数万。ドラ1、はい、悪くない。トンピンドラ1がね、見えますよ。おっと、柴田いいですよ。これはいいですよ。いいシャンテン。しごろの変化が欲しいね。いい層からこう、いつもありましたけどね、うん、ここはシンプルに。こうだから、ね、まあ、ドラが数万だからね、うん、まあ、そこを落とす手がないっていうことですよね、うん、さあ、柴田が早くもいいシャンテンです。こちら藤崎もいいですよ。一発ドラ1が見える。順
が重なった前田、ドラの数万がね山に1枚ですから柴田もちょっと厳しい。代わりに 6万は全山なんじゃないか、はい、6万は全山本当ですね、まあ、シンプルに6万引いて数万待ちの闇点が、うん、そうだね、一番良さそうですけどね。これコーツでも見えてきたぞ。藤崎パーピン切りだ。さあドラターズが2面に変わる勝又、前田はまだメンツがありません。パーマン引いて馬切りになりますかね。ここは問い付けの手配は諦めていく。さあ前田ツモはあまり効いていませんね、うん、チーマンツモ切りです。柴田も撤廃はなかなか入らない。そうこうしている間に勝又が迫ってくるか。ペーチャでペートイツ、ドラメンツできてますからね、うん、ただイースピンがちょっと薄いから、ね、なるほど5枚切れだ。5枚切れか、本当ですね。となるともうペーポンから入っていく可能性十分あります。前田さんもダブトン重ねたから大きいですね。ダブトンチュンドラ1で1枚、うん、うわ絶好の、これは嬉しい。9万個だ。勝又もいいシャンテン。近藤さん、藤崎の手配、はい、ポンテンはどうでしょう。打ったからどう、打ったからなるほど、うん、近藤さんがじゃあ全局打っていたらポンテンは取りますか。取らない。取らない、うん、お、この選択ありましたよ近藤さん、はい、全局5に打ってる、あ、もう5パー打ってるんで、うん、5に取り返すためにシャンポンリーチっていうのは、うん、僕は気分でシャンポンに、気分でシャンポン、うん、シャンポンの気分、ああただこれは捉えた、シーソー捉えました。藤崎の上がりはリーチ、ドラ1、2600は2900。シャンポンにしていたら後々の2400があったかもしれない、うん、まあ、分かんないよね、その時の気分だもん、気分で毎回シャンポンにはしないです。はい、そうですよね、うん、なんかあまり決めを作ってしまうのは良くないですよね。もちろんソーズの化けもありますし、パスの出やすさもあるでしょうから。さあ藤崎が上がってトン2局、柴田の4番です。ドラは吐く、ダブトンがトイツのハイパイ、動ければね、はい、さっと2900ぐらいは上がれそうです。またいいですね。飛んでそうだね。飛んでそう。こちら前田ゴツゴツしたって、はい、チャンタが見えるか。虎の白がねちょっとお荷物なんですよね。柴田タツオーバーの形。藤崎はペンちゃんが3つもあって厳しい手配です。ここでトンが出た。では親番の柴田がポン、ウーピンかパーピン、うん、ウーピンの統一落としです。まだ誰も持ってないもん、ね、あら重ねちゃったら大きいぞ。前田4、悩むせ3と1ですね。いいシャンテン。まあ、全部山にあるなんてね。いやーそうですね、知る由もない、はい、酸素あんこにした勝又、ただ役割にするにはまだ時間はかかりそうです。柴田の天敗の方が早そう。目いっぱいには構えない。
先ももうここは対応ですね。パーピンすら打ちません。ドラ見えてないから怖いよね。いやそうですね、ダブトンドラドラでよくありますもんね、ダブトンドラドラ早い手配で、もうベタッと降りていく。スマタはまだリャンシャンテン、テンパイだ。これはドラ切りでしょうね。パーソー待ち、まあ、しょうがないよね。はい、勝又もドラを紡ぎったのは柴田にとっては嬉しいですね。さあこれは連チャン濃厚になってまいりました。いいシャンテン、ただ役なし。パーソンのつまがりです。ダブトンで1000オール。嬉しいね。そうですね、はい、完全に先手で1000オールと、上がる前にね、ハクトがかぶったらね、はい、ちょっと嫌な、ね、嫌な感じだけど、その前に上がりきりました。さあ柴田連チャンです。この2局1本はドラは3万、これよくない。ドラが1枚あります。さあ藤崎はハクが統一でかなりまとまっています。2差しの3色が見える。初またはトンが統一、前田は初が統一、小型三者の形がまず、まあまあね、まずドラが使えるようになりましたね。あります、ウーピン、良かったけどいいシャンセンです。感触は壊れたけどね、はい、スピードはもう、そうですね。さあ前田が初を仕掛けていきます。両面3つのリャンシャンテンと、非常に形はいい。勝又一気通貫が見えてきました。さあこれで1、2、3の方の3色ですか。チャンタも見えますね、うん、チャンスだけど、はい、トーロマン引いたぞ。このローピンは4ゴロでチーです。前田ここでファンパイの方から切っていく。今引いたぞ。さあ柴田チャンス。この嘘はチー点が入る。切らない。ああ嘘間に合ってしまった。さあここは前田の上がりとなるか。この嘘がね、嘘がこのタイミングで切られる。前田の上がりは初、線は1300です。この3局、藤崎の A 番となります。ドラは初、初が、初が、2枚やる、2枚やる。これは興奮するんですよね、ファンパイのドラ統一は。もう1枚怖いなって思ってね。ただ悪い、悪いですよ。なんか損した気分になりますよね。これどうせ上がれないんだろうなと思いながら、悪い、小型がいい。あー、ダメだこれ、これはダメだ。こっちはヤクヤク、はい、でも追いつけそうもない。まあ、当然初は
出ないからね。そうですね、もう天杯ぐらいまでは出てきませんよ。さあ打点も見えてきたぞ柴田。ただ初誰も持ってないから、持ってない、はい。あんこパターンもあるよね。あんこパターンは上がりがぐっと近づきますよ、うん、いやでも前田も単品系だ。トンからポンしていくのは柴田。いいピンかパーマンか。ここはいいピンから。これ結構他3選手手配いいですからね。チュンもすぐ泣ける可能性があるぞ、うん、さあこれでくっつき、ポンテンだよ。チュンポンの南端機とかありそうですね。3ピン引いたぞ。さあ藤崎もドラのハット、うわー早っ。勝つまたこれで両面三面ちゃん。前田シャーチャーでシャーが重なります。ローソーは泣きません。うわー、テンパったよ。これは4位、あごめんなさい、3山シャンポン。いや全員チュン打ちますよこれ。本一風味で色余ってますが、シャーンコスーピンローピンか。あのローピンがねちょっと本一かなって思うぐらい。第一打ローピンですもんね、うん、狙ってそうではありますが、まさか天杯はまだ、うん、早いよね、はい、ずるいずるい、うん、ずるいずるい。さあ柴田ずるい天杯が入っている。こういうね藤崎ドラドラですからね。チュンはもう打ってしまうぞ。いや勝又だって打ってしまう。前田は一巡止まる可能性が高い。おかえりスーピンは残しません。さあ何だと3900。いいスーピン振り点か。いやでもチートイツがあるからここはチーピンになる。んチーソーパースを打てるなら打ちたいぞ。イースーチーピンも薄いですねこれ。見えない。あーでもチーソーパースを打っていった。まだいいシャンテンと踏んでいるか勝又。うんってことはチュンは止まんないよね。危ないですよ、うん、で、あ、来たぞ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 。いいスピン振り点だからこれは3ピン2ピンだ。うわ、スーチーソーが、あーっとチーテン取った。ウッパーマンが強いか。パーマンはまるっと3枚あります。事前に紡ぎる。3枚切れてるよ。え、3枚切れてる。あ、チーテンだ。あれあれ3枚切れてました、すいません。さあ藤崎のシャンポン、ペイは1枚切れ。馬はない。うわー、どうなるどうなるどうなる、わかんないよこれ。ウッパーマンないんですね、うん、じゃあもう本当にない。ウッパーマン相当きつい。1枚しかない。いや柴田が強いな。シャンポン3枚、本質に見えないんだね。なるほど、うん、ただチュンだとちょっと考えるね。はい、パンパイはそうですよね。ペイヤ、ペイヤなんはもう止まんないよね。いや止まらない。うわ勝又天敗だ。天敗は取るよねと思います。誰が強いのかねこれ。4人天敗だもんね。はい、もう決着は必至。ああ掴んだ。チーピンだ。勝又の上がり。いやお見事ですね。こうチーソーパーソーなかなか外せないですから。簡単に見えて難しい2点点です。勝又逆に柴田さん、はい、本質にちょっと見えないのが。そうですよね、あざとだったね、見えていれば勝又もちょっと切りづらいなっていうので、う違う選択になった可能性は十分あります。藤崎もドランコでしたからね。いや怖い非常に大きな上がりとなりました勝又。そして親番迎えます。トン4局ドラバシャ。いいんじゃないですか。いいです、ね、ピンズ三面ちゃんがありますよ。前田はチューンが統一でドラのシャーが1枚。
柴田はトンガドイツでドラのシャアが1枚。お、藤崎じゃないですか。いいですね、3色ありますよ。みんなそこそこ。そこそこですね。ドラのシャアが山に1枚ですから誰に来るかで大きく変わりそうです。チートイツですか。ロビン。チートイツと3色に振ったかな。3色もさあ両層を重ねて、これは嬉しいジャントができた。ベンチーマンのタツを払っていきますか。つまた虎のシャアが重たいですからね。ここはパーマン切りチュンを重ねました。さあ柴田チートイツイーシャンテンダ、3万は残すか。いや3万切っていく。1枚切れの3万シャアが3人1枚ずつ、1枚ずつです。誰に来るかで本当に天と地の差がある。3万。シャアを引けなきゃ柴田さんも厳しいもんね。そうですね、1枚しかないから。ドラ短期になった場合は、まあ、リーチも十分ありえますし、闇手も十分ありえる、うん、どうパーマン引いたぞ。柴田さんは思うのかな、あの3万しくじんなきゃシャア間に合ってるからね、はい、ああそうか、うん、勝俣のシャアですね、うん、闇天でズドンと3万ね。あそこちょっと迷ってましたからね、うん、柴田は。さあチートイツイーシャンテン、藤崎は789の3色イーシャンテンだ。もう勝又もリャンシャンテンからドラ打っていったわけですからね、うん、鋭いよね。はい、ギリギリのタイミング。水木さんも9ピン引きたい。9ピン引きたいです。これで6789の両天秤 だ。どう勝又、じゃあ今度はローピン引きたい。今度はローピン引きたいですね確定しますから。ローピン引いたら、いやでもやっぱりリーチですかね。6球層相当いいんだよね。はい、いや未点にし、まあ、球層3球が許せればね、闇点藤崎十分ありえますよ。自分からパース全部見えてるからも球層が特にいいんですよね、うん、じゃあ9ピン引いた方がリーチ打ちやすいよね。リーチには打ちやすいですね。リーチは打ちやすい。ああ球層が、誰でも打つ球層が3枚切れになってしまった。忍者の闇天が来るか。さあ勝又いいシャンテン、ドラのシャワーと1枚ある。前田さんもチートいいシャンテンだもんね。はい、シャワーをめぐる争い。そして藤崎は6球ピン6球層引けない。全員いいシャンテン。お、よくなった。はい、タイヤもつきます。勝又さあローソー、残ると危ない振り点だけど、ああシャアもうないんだもんね。あれシャアないんですか。ないない。あ、そう、ごめんなさい、勝又が被ってるんですね、うん、シャア失礼いたしました。きっとお互いに切らないよね。そうですね、リーチでもかかんないけど、はい、勝俣さんがリーチいったらちょっとどうなるか分からない。お互いに危なくなっちゃうね、はい、さあこれは勝俣が甘露草の天杯が入っています。あ、老草柴田、これでももうやめてるのかな。
天杯入らない限りは打たなそうですね、このサブロースを。いやー、天杯しない藤崎。あ、球層なくなった。球層がもう4枚切れ。ローソーがあと1枚。サンサー打っていきます。今通りました。ってことはローソーも危ないよね。中筋です ね、これは危ない。確かに。いいペコつきましたよ。手出しが入ってどうか。あら、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 これ危ないよ。これは危ない。ただ今の手出しを見て、いや、切られる。勝俣の上がり。単野をいいペコ3900です。この上がりで勝俣減点復帰。確認、上がりを決めてきます ね、 すね。さあ、連チャンです。4局1本場、ドラはペ、ソーズ一面ツー、うっと、ドラが1枚か。こちらは前が1、2、3がなんとなく見えますけど、メンツもない、ない。2、2、4、4、6、6、4と1です。柴田トラのペイが、藤崎は1枚です。ペイチャパーツは足りてますね。ちょっと広がっただけ。3万いいペコが見えてきた。こちらは3と1です。藤崎トンパーソン入り、ダブルトンだしね。重ねていきたいですね。うん、いいじゃないですか。また選ぶチートイ。今日はまだ決まっていないか。ウーピンか9万か。9万切り、まあ、ウーピン切ったら目立っちゃうしね。なるほど、ちょっと捨て牌をおとなしくするっていう意味もあるんですかね。なんかこのやつもなんかちょっとありますけどね。ここでウーピン、まあ、何切っても目立っちゃうよね。はい、さあ柴田天杯はどうでしょうか。トン、これは残して 3P と藤崎も4と1となりました。チート1リャンシャンテン、勝俣はまだ一面つしかない。かなり厳しい。前田もようやく一歩前進。今を先に切る。一番嬉しいの引いたね。はい、ペン3、まあペン3層というか3層ですね。一旦、まあそうか、今切るっていうことはかなり 1,2,3 を強く見てるんですね、前田は。そうですね。チートイツはいいシャンテンからが非常に長い。ペン3ピン引いた勝俣。ああ、これはちゃんとを強く意識している、うん、先に3万打ってね。はい、仕掛けもありそうですね。勝俣ドラ短期まで見て、そう、おお、ここは残して3万切りです。なかなか転廃しない。まだメンツでも見てんだねっていうことですかね、柴田は3万切らないもんね。はい、
旦これは吸うそうになるか。難しくなってきた。はい。うわ痛い。これは痛い。チート1に決めていればという瞬ですが。とりあえず3万合わせていけばね。そうですね。前切れの3万。さあ前田いいシャンテンは取りますね。3色はここは見切っていく。カンリャンマンがすごくよく見えるね。なるほど。実際はまあこれでさらによく見えますね、うん、山には2枚残っているリャンマン。ドラのペイ来た。来ましたよ、イーシャンテン勝又。パーピンチーマン、パーピンとチーマン、もちろんチーテンも取るでしょう。パーピン藤崎浮いてますね。切らないかな。ただ勝又の筋なんですよね。ションパイなんですけど、パーピンもいいと思って残してるわけだからね。なるほど、重ねちゃうこともありますね。山にあと1枚あります。さあどうでしょう。これも良さげ。うん、パーソー切り。チーマンが、チーマンバゼロか。山に2枚ありますね。パーピンが1枚ある。うん、来ましたよ。イシャンテン、イシャンテン。ただドラのペイが山にないんで、先も厳しいですね。チーマン、これは勝又が欲しい。チーマン打ちません。リャンピンの統一落とし。まあペイがある以上ね。ですね。もう行かないって言われたらね、はい、9万か。これは切っている、うん、まだ1枚ずつあるぞ。チーマンとパーピン。ペンちゃんカンちゃんですからね。脳天も十分あります。柴田はまだいいシャンテン。聞いたか。違う違う、数万だ。チーマンなくなった。これで勝又の上がりは相当厳しくなった。すごい馬がある。あとはパーピンを引くしかないか。引けない。どうだ。ドラ切れるならチーもあるぞ。チーしてチーマンチーマンっていうのもあるか、うん、可能性あるね。チーしたらどうするんだろうな。チーマンチーマンかな。チーマンだ。パーピン引かれたら、これパーピン引かれたら危ないですよ。さあ藤崎脳天、ここは丁寧に発。さあパーピー引かれたら危ない。セーフ。前田テンパイ、一人テンパイ取れるかもしれない。うん、ダメ。全員脳天だ。あ、ごめんなさい、一人いました。可能性がある人は。しかしここはテンパイせず、トン4局は全員の点で流局となります。さあ親番変わって、南乳前田の親番内局は日本馬です。ドラはトン。まあ一つですね。遠くに行ってた。ソーズは切りたくない。ずいぶん遠くに。からずいぶんずいぶんと遠くにありますね、息通感が。あら、
藤崎さんいいじゃないですか。藤崎さんが、はい、一通は見たいですよね。ピンズどっちか、いいピンかリアンピン切りますか。いいピンかリアンピンかな。ひねってローマンあると思ったな。おーローマン、へえ。一気通貫と何これ、チー統一、あれ柴田初準統一。ただ藤崎さんが圧倒的に速い。はい、形がいいです。藤崎チー統一か、チー統一だ。さあこれペロッと吐く引いたら三元杯誰も持ってないですよ。やばいよ。第三元チャンス。柴田38期では面前での第三元を決めている。そうだよね。はい。ずるいやつやってたね。ずるいです。あらららただ、ただ形はもう圧倒的藤崎。ちょっとスピードでかなわねえかな。来るか。おお、うわ、これも形、これは小三元コースになっちゃった、ね、はい、まあいいでしょう。あ、1点目、2点目、一つも泣けないで終わっちゃいそうだ。はい、マンズがね、いらないですから藤崎は。ソーズピンズですから、あー、ハク、唯一一枚のハクが切られます。天敗だ、これは闇天文句なし。6球ピン待ち、6チップの手代わりがね、欲しいね。そうですね、パーソン引きたい。ローピンがその前に打たれる。藤崎の上がりです。単品2000は2600。あっと柴田、ちょっとまた面前で第3人かなんてね思ってたと思いますけど、結構ワクワクするのにね。はい、ああいう手はワクワクしますよね、うん。しかし圧倒的速度。あーっと、なんかちょっと悔しがってるぞなんで俺の第三元できないんだよっていうような顔ですよ柴田。ここまでちょっとね、チャンス少ないもんね今日ね。はい、少ないながら、まあ、なんとかこの点数で抑えているというイメージはあります柴田。まだね、まだ時間がかかりそうですが可能性はありますよ。さあドラは3ピン、この今チーソーツモで前田がぐっと引き締まりました。でも一昨年俺大三元があった時、はい、あれからだったよ。あ、これこの形からですか。これから。こういう時でも上がれる時は上がれるですね。そうそう、手が悪すぎたから。はい。大三元一本だみたいにしたら上がれたっていう。そうそうそう。あ、9ピンのポンです柴田。これは役はピンズの一色手でしょうか、うん、もう圧かけちゃうっていうことね。怖いですからね、こういうのやられると、うん、ドライ色だしね、何点って言われるかわからない。いいピン打っていくポンだ。全然でもスピードがまだまだ時間はかかりますよ。先はもうこの曲は難しい、勝俣も難しそうです。前田がね、なんとか頑張りたい。いいシャンテン。ペンチーマン下がった。ペンチーマン入ったら入ったでちょっと、うん、ちょっとね、悩みますね。パーマン9万がね、はい、来るのが一番。そしたら森1まで、リャンマンか、取らずだ、取らず取らず。
下げてくるのか。さすがにね、売り手はないですね。天敗取らず、マンズしか来ない。すごいマンズの鉱脈を掘り当ててしまいました柴田。あら、うまくいった。ギャグマンですね。いや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 、薄いからパーマンの方がいいのか。パーマンの方がいいっていう判断ですね。パーマンは1枚切りだから2枚山ですか。いさしの変化が先にあればね。そうですね、結構きつい闇手になりますけど、現状は2600点。強制的にサブロピンになっちゃうかな。サブロピンでしょうね。ドラ3ピンだし、はい、ひょっこり2300があるかもしれない。そうですね、うん、さあここで柴田がテンパイまで来ましたよ。カンチーピン、あれチーピン2枚ある。サブロピン、ドラの3ピンが1枚。うんとどひょっこりローピンの方。これは嬉しいつも上がりです。前田パン屋おつもドラ1線の上がりです。おっと、怖いよね。チーピン持ってきたら厳しいもんね。そうですね、チーピン持ってきたらもう天敗崩さざるを得ないような手配ですよね。嬉しい上がりですね。はい、嬉しい上がりです。前田さあ南三局藤崎の矢番となります。ドラバーいいピン、想像が多いぞ。それ白トイツ嬉しい。親です。まあ本一を当然逃さないようには打っていきそうです。勝又ドラのいいピン1枚、前田にも1枚。柴田は自敗がバラバラっと5枚ある。平たいもんね。平たいですね。前田一人行きですけど、うん、1500も貴重だよね。はい、難しいな。あ、でもかなり意識はしてますね。ペアを打たないわけですから、うん、藤崎は。また1、2、3の3、おお決めましたか。スリムに構えて手役だけ狙っていこうという打ち方。いやー想像引けない。前田もここはリャンマンか。いや、ションパイの箱を打っていって藤崎がポン、ペイを切るかウーピン切るかで、うん、これは連チャン重視の打ち方でしょうか。そうですね、ドラが下がってきた。こう来るなら数層返してほしい。ただきっと柴田さんにベタ折りされちゃうからね。もうね。ああそうですね、みんな自力で。はい、カンチャンリャンカンの藤崎。あまり嬉しくないですけど、もう3ピンですか。まあ、リャンパーピン3度系になっちゃうからね。はい、リガードですか。チリ、
とカンパソ入ったぞ。いいピン取らないからね。そうなんですよ。ちょっと扱いづらい。1、2、3もちょっと別に1、2、3じゃなくてもいいもんね。はい、普通に両面両面でピンフドラドラでいいわけですからね。本当に数層返してほしい。引き戻したい。さあ来ましたよ前田。ただドラが出ていく可能性がありますね。先ドラドラにしてはちょっと捨て牌が、まあでもリャンピンが早いから早い、はい、もしかしたらいちいちにドラ固定かもしれない。ありえますね、うん、リャンピン入ってくれればドラを打たなくていいんですが、ね、ウッパーピン引きやスチーマン引きはどうするか前田。いいものではございますが藤崎はまだいいシャンテン。さあどうだ、テンパイはギャンピン引いた、ドラが出ない。これは安心してテンパイが取れる。どっちを切るか、4を切るか7を切るか。まあ無難に行くなら7ですか、うん、いや4でした4でした。2スピンなら安いだろう。なるほど、スッチーマン待ち、やっかりテンパイです。パーピン引いてテンパイは貫禄層、貫禄層は2枚山。スッチーマンが圧倒的に強い。勝又いいシャンテン、詰まった。前田の角上がり、いつもピンクドラ700-1300です。一人行きのままオーラス迎えますよ。この僅差の一人行きって嬉しいですよね、近藤さん。初戦が少ないだけに、はい、12ポイント ね大きいよね。これ大きいんですよ。でこの僅差のさ、はい、4着がもう本当嫌だよね。嫌です嫌です。今4着誰ですか、藤崎か。264の4着はね本当嫌だよね、出られませんよ。さあオラス親番は勝又ドラローピン、まずは原点を目指したい勝又ですがメンツはありません。ちょっと厳しいかな。はい、前田、前田もメンツなし。前田も厳しい。芝田、まあ両面は豊富にありますね。3色もドラドラか、芝田さんも圧倒的じゃない。ドラドラか芝田、1700点沈みですからね。2000点上がれば減点復帰ですし、マンガンの出上がりで同点トップ。これマンガンまでありますからね柴田。そうそう、下手したら跳ねまんまである。高いか安いか分かんないからね。そうですよね、2000点こういう状況難しいですよね、うん、あ藤崎ペンチーマン引きました。2000点で仕掛けてるかもって思っちゃうもんね、はい、ちょっと打牌が甘くなったらなんかドラが隠れてあんこで、うん、7700とか言われたら前田も原点沈んでしまいますよ。ターツできてますからね柴田はもう。とりあえず関数ピンが欲しいよね。関数ピンが欲しい。関数ピン、いやー3枚も山に残ってるぞ。だってこれスーピンチーもあるんじゃないの。スーピンチーもありますね、うん、十分あるよね、はい、チーマはさすがに泣かない。引いた、チーマ引いたぞ。そして勝又がちょっとね面白い手配、現状チートイツのいいシャンテンなんですけど、スーアンコンまであるぞ。ピンか、いいピン切ってる。目いっぱいもあるし、つもぎる手も十分ありますね。目いっぱいに構えます。スーピン引いた時にね形が強くなる、ね、はい、いやそうですね。ドラのローピン引き、
いやー、引き戻したよ。3色あるよ。これは純切って目いっぱいだ。3色があります。これ闇天になりそうですよね、おそらく天杯は、ピンフドレッジで2000点 OK だからね、はい、となるとなんか高めで前田が直撃なんていう悲劇があるかもしれない。高いか安いか分かんないからね。分かんないです。あー、ローピン、ドラはなくなった。藤崎は3900が必要か、まあ、原点までは。来ましたよ、勝又。これドラの両面を固定していく。さあ、柴田天杯はどうでしょう。入らない。藤崎はピンフドラ1ならばリーチも十分ありえそうです。来たか、来た。とここはローソーとペイのシャンポンの方でいった。3層が場に1枚切れだった。さあペイは前田が持っているが、これは打ちそうにない。ローソーは柴田が1枚で山に1枚。うわ、切りづらいね。いやー、どうする。ドラいける。ドラも切る。いや、いったな。これ いきますよ柴田。これ最後ドラ切る構えだよね。そうですね。さあ、勝又のシャンパン、ローソーが1枚だけ。ペイは山にはない。これだと、もうブルってウーピンだもん。はい、ああ、ブルってウーピン現物ですしね、ドラ打たずに済みますから、うん、これはウーピンありますね。そうだね、はい、振り点ですけどドラ打たなくて済むから、ね、はい。強気は小そぎりですけど、ウーピンになりそうな気がするけどな、どうなんだろう。スーチピンがいいんだろうなって思ってんだよね。なるほど、うん、ドラマタギですが悪くない町、スーチピン。これ小そいったらこの人本物ですよ。嘘でしょ。先にドラいった。嘘でしょ。これだって老朽ピンとかすね、これ。ああ、三層だって。もう今これは難しい。勝又さん相当怖いよね。怖いです。ドラ突っ張ってられた、はい、俺たち柴田だって天杯に見えますもんね。さすがにね、また上がり逃しが見えて、親に無筋のドラぶつけるんだからね。はい、すごいね。でもね、いやー、よく打てますね。ウーピンかね、チーソーかなと思いましたけど。いやー、ただ天杯しない。このローピン打ったら天杯まではなんとか行きたい。さあ、まだ勝又の町ローソーは1枚ある。危なそうですね、うん、2人天杯と思ってるからね、はい、パーピンがそうなると打ちづらいか。ペイになっておかしくないぞ。勝又捨て牌も普通。ペイになる。ここは勝又が上がります。リーチドラ1、3900、はい、3900の上がりで勝又減点復帰。前田はまだ減点残している。いや、今柴田のドラ切りが招いた。ああ、そうですね、はい、前田の宝珠です。もう現張りかなって感じで、ね、いや本当ですね、うん、パーピンが打てなくなってしまったか。さあ、勝又3900は嬉しいですね。これは相当減点守れそう、うん、今のは嬉しいよね、はい、トップになってるしね。あ、本当だ。そうか、直撃でトップだ。でドラドラだ、やばいぞ。前田もいい、柴田もいい、みんないい。これは藤崎だけ悪いパターンか。悪い。さあ、ドイツ勝又は一メンツでドラドラ。前田さんが圧倒してるんだよ。圧倒、
勝つさえなければもう、はい、上がればトップですからね、うん、もうこれ一泣きもしていくでしょう。三色なんとか三色ですね。藤崎はおドラコテラ役がないからね、はい、苦しいよね。3万さあ、アリアンスはつもぎり、リアンスはつもぎりなんだね。リアンスをつもぎりましたね。ちょっと勝俣らしい難しいバランスで打ってますね、この曲は。僕なら単野を見ちゃうからね、はい、きっともうトンとかイーマンとかイーソーとか、多分イーマンかイーソー、イーマンかイーソー、はい、でイーピンキっていうんで3色ってわけでもなさそうですからね、うん、あそっか、リアンソーがもう4枚見えてたんですね。ああそっかそっか、はい、でそれでもそれでも、うん、それでもありますね、うん、さあ前田いい、全然無理だろうって思っちゃうんだよね。並ばしかけるためにタンヤファイはより多くと、うん、うまくいってる、うまくいってる。さあリャンマン引いたぞ。ペンサンソーもこれはリーチにおそらく行くんでしょう ね、うん、そうだよね。ああでもこれが2枚切られてどうか、引き戻したいな、これは。そうだね、はい、ああ、天敗だ、役割、嬉しい役割だ。感知騒動でしょうか、藤崎に2枚。うわあ、でもあ、ちょっと大丈夫か、若干危ない気はしますね。3色になるとチーソーローソーの手順があるかもしれない。これはウーマンスーマンですかね。はい、スーマン並べていく。そうするとみんなチーソー止まっちゃうね。チーソーは止まりそうですね、全員。ああこれです、チーソーだ。スーソーがでも1枚分増えましたか。さあ勝又もいいシャンテンです。チーソー引いた、これはいいそうになるもんね。ローピーの方は、はい、そうですね、切るなら想像伸びがありますから、うん、いいそうになりそうです。ただ次リャンピンとかイーピン引いてくると3色がある分、あでも裾切りになるか、うん、もうい、ああそっか、引いてくる範囲によってはというところですね、うん、さあどうだ勝又、初ションパイでしょ、ションパイ、ああ怖いそうだ、怖いそうになった。柴田もすみません、どう、嘘引いていいシャンテン、藤崎シーマンパーピン、シーマンとパーピンで3色。さあここで初を打っていく、ダリアンシャンテン柴田。さあ藤崎テンパ、パーピンがねこれあんこで持たれてるんですね。まだ1枚でも、ね、1枚ありますか、1枚ある。さあタンヤオもついたぞ勝又、タンヤオもついた、ジソは変わらず2枚。ではスーピンを切っている、
来ちゃった。エイジアンマンですか？3色無理でしょ、これも。9万は相当安全そう。9万切り。でっぱいだー、換算そう。3色、ドラドラ。やばい、やばい。大逆転ですが、ここは前田が積もった。つもいいペーコー。500戦は600戦100の上がりで3回戦が終了となります。さあ3回戦はトップから前田、勝又、柴田、藤崎という並びです。はい、以上並びで3回戦が終了しております。引き続き4回戦です。